こんばんは、ブランクラス放送室です。今日は 来週の土曜日の、はい、12月5日に、イベントを行う竹久恵里さんの放送室をしたいと思います。このイベントは報告会というカテゴリーになってますけど、はい、具体的にどんなイベントをやる予定なんでしょうか。はい、私が、2年前だと思うんですけれど、私の実家がある東京都豊島区に、中学生高校生のための児童館のような施設があって、でそこで私が彫刻家としてボランティアとして入り込んで活動してきたことをブランクラスで馴染みのある皆さんにこそ報告したいっていうふうにずっと思っていて、で、プレゼンテーションをします。具体的なプレゼンテーション、そう、私がやって入り込んでやっていることも話すんですけれど、それ以上にその施設のソフト面のところがすごく面白いので、私がからの目線でその施設の、その職員の人たちの所作みたいなものを私の目線で切り取って、で皆さんをこうスライドショーで案内していく、施設の中を案内していくみたいな形式でやろうと思ってます。あ、吉田です。あ、今日は自分で吉田和隆さんと川島さんが、はい、お邪魔して来てくれています。川島なんですか。川島郷さん。郷ですね。郷さん、すいません、よろしくお願いします。お願いします。で、お二人が今日たまたまいらしたんですけれど、そのちょうどその私が紹介したジャンプ長崎という施設に関わりのある他のボランティアの方とたまたま別の会合で今日偶然会われたっていうの で今ちょっと豊島区のいろんな、そうそうそう、まあ、拠点の盛り上がりみたいなものを話して、ちょっと今楽しんでた、ね、そうです。もうほとんど聞いちゃいましたけど、ね、なんでそこに行こうと思ったんですか、最初。なんで関わるようになったんですか。最初は、豊島区が、今の区長が、最初1個前の、都市計画マスタープランを見ると、アメニティとか住み心地ってことしか言ってなかったのが、なんか急にこう文化っていう風に言い始めて、いろいろ箱を作ったりしてたんですよ。で、文化っていう風に、豊島区は文化の街っていう風に歌い出して、私はもともと豊島区出身、30年豊島区民で、でも地元で私がその文化に携わるものとして発信するっていうチャンスがなくて、結局横浜ここに来ちゃうみたいなことがあって、で何かどっかで関われないかなって思っていた時に、豊島アートステーション Z という拠点が、都と区と NPO で立ち上げたプロジェクトがあって、でそこに岸井大輔さんが区座会の調査で作品を作るっていうので入っていらして、でそこに関わるようになってから、その岸井さんと関わってお散歩している時に、見つけた、つながることができたのがジャンプ長崎です。で、そこで私は、子どもにこう何か享受するみたいな、スタンスじゃなくって、大人と接するのと同じように、私が彫刻作品とかパフォーマンスを見せるのと同じように、何かをしてる様をその空間に荒らせるみたいな、自分を彫刻として置くみたいなことをしたいっていう説明を職員の人にして、で、なんだかわからないけれど、いいですよっていう、なんかそこでさっき、それがジャンプに行った時のお話で、行った時にその
個人的に面白いなと思ったのが、その相手が、なんだろうな、ものすごく受け入れてくれるわけでもなく、ものすごくこう排除するようなものでもなく、話ができたみたいな話をしてたのが、なんかすごい面白いなと、うん、まあ、ご自身もそうだったっていう、うん、そう、なんかそれは多分こう、その施設を保つ上で、あの子供に対しての配慮でもそういう距離で職員の人が気をつけてたんだと思うんですよね。なんかそのまあ紹介したいのが、まあなんか子供がこう違う目的を持って、まあ、来てる、まあ、仲良くしてるわけでもない子供のこうグループとか、まあ、個人だったりが、まあ、ちゃんとみんなが一人になれるみたいな状況を保とうとしてるんだと思うんですけど、まあ、学校だと仲良くするっていうことをしないと言いづらかったりとか、家庭でもまた別のつながり方をしなきゃいけないとかっていうのと違うあり方、一緒にいるみたいな空間を保てるみたいなことで、そのためのインフラ整備みたいなのを職員の人がしているので、そういう意味で、まあ、変にその最初から何か決めつけるでも、分かったふりをするでもないみたいな立ち位置で気をつけてくれてるんだと思います。でその時に通常見ず知らずの大人がさ、こう来てさ、普通子供もいるしさ、帰ってくださいっていうことがね、通常だけど、でなおかそれが、まあ、アーティストって特に、まあ、どういうことをしている人たちなのか非常に分かりづらい存在としても扱われることが多いのかなって思った時に、よりこう排除する対象になってもおかしくないのかなっていうふうに思う中で、そこでアーティストっていう人とこう受け入れていくっていうのは、やっぱり文化って歌われてるからなのか、そもそもそういった時に必要なアイデア出しとか、そういった何かこう作業する相手としてアーティストが欲しい、まあ、そもそもアーティストっていう人に、まあ、触れたことがない人たちだったと思うんですね。で、まあ、でも岸井さんを介して入ったっていうのがあったので、うん、岸井さんは、まあ、町の人っていうのと話すことにはもうだいぶ爆発があって、で私もまあ普通に、まあ、良識のある人としてちゃんと、まあ、あとまあ一市民として、私も区民で、まあ、私の税金で回ってるっていうのもあるので、で、まあ、普通に話したら普通に大人として、まあ、分からないけどやってみましょうっていう、なんか今回使われてるやつでも何か座って、うん、あ写真、うん、今回も普段もうだからこんな景色の中に動いてるというか、そうで、この私が掘ってるところの至近距離で子供がちょっとパタパタって走ってったりとか、うん、まああの近くでそこに置いたの貸し出してるギターを弾いてる子がいたりとか、うんうん、でその近いところにいたり、うん、まあ、あのすごく遠くにいても、遠くにいる子ほどもしかしたら影響を受けている可能性もあるなって思いながら、うんうん、そうだね、なんかいや、まあ、ちょっと話は違うかもしれないけど、あの今ほらスパイラルゲッティって芸術家でこうランドアートだっけ、なんかこうスミッソンのスマス、あれを小学校の時に写真を見た記憶があって、うん、なんで、で俺はてっきりあのほら包むクリスト、うん、あの包む人の作品だと思ってたの俺、うん、クリストの写真はその小学校の美術の先生がこう画集というか、 なんか作品集を見せてくれて強烈に印象残ってて、うん、やっぱすごいでかいしさ、ピンク色の布でこう島を覆ったりする写真はすごい覚えてて、でその流れにそのぐるぐる巻きのあの渦巻きも覚えてたから、うん、あれクリストだと思ってたら、あ違う人なんだっていうのを最近知ったっていうのがあってさ、だからなんかここにこうやって彫ってる人がいるっていうのは多分何らかの予想しない影響みたいのはあるだろうなとかと思ったりする部分もあって、うん、まず不可解というなものとして、う
て、でもそれでも一緒にいるみたいな状態。美術室行くとね、お香が焚いてあってね、でサリーみたいなの着て、ここになんか黒い点をつけてる美術の先生だったんだけど、クンス小学校で。そうなんだ。うーん、何を話せばいいかな。目的としていることは何となくできた感はあるんですか。達成されたというか。いや、まあ、達成しないように、まあ、達成というか、まあ、生活に、私は美術、まあ、自分がやっている美術彫刻っていうのは、まあ、生活のレベルに落とさないと意味がないと思ってるので、まあ、顔を洗うとかは別に終わることじゃないみたいな、お風呂に入るとか、食事をするとか、その、まあ、生活のサイクル、まあ、サイクルというか、まあ、定期的にやることみたいなので、まあ、最初は3ヶ月くらいで終わりに、まあ、区切ろうかな、作品として区切ろうかなっていうのを思ってたんですけど、結局居続けてて、終わりっていうのはちょっと考えてないっていう感じで、まあ、今のところ変な状態にはなってないなってっていう感じで、でもなんかその私が彫刻として自分で体現しようとしていることと、あとそのまず職員の人でもすごく揺れ動きがあって、その施設自体がすごく常に揺れてるので、その中でどういうふうにいるかみたいな。別に杭が地盤に刺さってないとかそういう話ではないですよね。冗談かよ。建物はまあ大丈夫だと思います。分かりにくい。まあ、その周りのその施設の職員の人がいくら綺麗に保とう、まあ、綺麗にじゃない、そのこれが言葉に私たちはできてないけど、これいい、なんかいいよねっていうような状況とかが、まあ、行政がやってることなので、人事も変わるし、あと、まあ、これから似たような施設ができてきた時に、これがスタンダードだみたいな、もう基準ができたら、今ある現場の良さっていうのが保つのが難しいこともある、っていう、まあ、危機感を持って、まあ、その職員の人の危機感に付き合ってるみたいな感じ、でそれで私は、まあ、なるべくずっと同じことを してるっていうので、まあ、私がそれ やってることが一つ安心感にもなるようにしてる。子供たちとさ、小林です天の子供たちと同じ、まあ、メンツは近いの、ずっと子供たち自体。子供は卒業していきます。で変わってくるの子供も、この間 2期生の、まあ、結構職員の人のことも手伝ってくれたりとか関係ができてた高校3年生がこの間、まあ、3月に卒業したっていうのがあって、それでだいぶまたやっぱ空気が変わったりしてて、なんか職員の人がこの間言ってたのは、まあ、なんかまあ同じ、大体6月くらいちょっと人少ないっていうのがまたこうこの月になって、大体こう試験が終わってみんな来始めるとか、文化祭の練習で集まるようになるとかっていう、なんか1年のサイクルみたいなの知ってて、またなんかその今まで積み上げてきたものっていうのは保たれるだろうなみたいなことを思ってたらガラッと崩されたっていう話はちょうどこの間出てて、子どもたちも顔は全然違うものになっていくし、職員の人も毎年やっぱり少しずつ切り替えがあるので、友達になったりとかしないの？他校の子とも友達になったりとか、私も友達は できました、子供の、そう、なんかそれさ、でも当初言ってた、何か違和感のある状態、なんだけど生活と地続きだよっていうのともちょっと変わったりしないの？友達になった、仲間になった時は、なんか今こういうつながりと似ているような感じというか、
まあ、あの何してるんですかっていうふうにだんだん話しかけてくることが出てきて、でその時に今ここにいるみんなに説明するような言葉と全く同じ言葉で説明するんだけど、その時初めて対話になってるなっていう感じはあって、だから対話ができてる時はあの他者であるっていう違和感を保たれたままだと思いながらやってるんですけど、あまあまあ、不可解な、まあ、不可解な大人であり続けるっていうのともちょっと違うかな。違うよね。違いますね。割とそれは自然な状態 になっていくし、うんうん、それでさっき川島くんがアーティストっていうのが多分ちょっと特別なこう敬遠されたりとか、うん、不可思議がられたりとか、うん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 、それねここ10年でだいぶ変わったんだよね。行政で主導でいろんなコミュニティアートとかさ、いろんなことが起こっていく過程でなんだかんだ言ってやっぱりアーティストは常識的な人が多いんで割と安全な大人、うんうん、それでアートをやってるっていう、つまり説明もつきやすい。それは何で変わったんですか。それはその行政がアートをその仕事の中に取り入れてったっていうのがまずあると思うんですけど、それで一緒にコラボレーションする相手としてアーティストにオファーするみたいなことが、起こっていったのがまずそのあると思うんだけど、同時に世の中がやっぱりこう、つまりもっとなんだかわからないけど危険な大人みたいなのがいるじゃない、そのニュースにもなっていくような、でそういう大人に対して危機感を持っていく、大人と子どもが接するような状況に、なんでそのじゃ、子どもと触れ合う大人としても、最も安全なのはの、まあ、一つがアーティストみたいにだいぶ変わってってると思うんだよね。それはそういうワークショップとかもいっぱい起こってるし、そうなんだ。だそれはね、もうその状況がここ10年で本当に変わったと思うんですけど、アーティストだっていう聞いて何だかわからないっていう反応がかつてほどはなくなっていってると思う。それにその行政がまずバックにあって、その中でそのシステムがあって呼ばれたアーティストっていう関係は割と安定した関係っていうか、そうなんですね。かつてはやっぱりあったと思うんでね、芸術家とかいうと気違いじゃないかみたいな。今回竹下さんこれやってる時はあのお金はもらってるの？ボランティアです。ボランティアなんだ。なんかその辺もあるのかもなと思ったり、非営利っていうかさ、そのボランティアであるってことが明示しやすいっていうか、アーティストってもしかしたら行政の中に染みついた部分で、非営利の、それは例えば、マネーコンサルタントですボランティアでって入るより、アーティストですボランティアですっていう方が、そのボランティアって言葉と親和性が高いのかもなって最近思って。いやそれってすごい悪い話な気もするんだけど、あの子育てに限らない話だけど、まあ、例えば、まあ、子供の面倒を見られている方々が単純に作業が大変で人手が足りないと、そういう時に安く雇える労働力はアーティストだっていう話になるよね。それはそういう実態もあるんだよね。だから僕はむしろそっちが小林さんの言う10年、ここ10年でアーティストがある種常識を持って、うん、ある種うんぬんというその美術やアートっていうものをめぐっていろいろな世の中が浸透していったということよりかは、むしろ雇いやすい労働力としてみたいなところ、まあ、そういう批判はできるし、うん、実際批判もされてると思うんですけど、でもそれと同時に、そこでの良かった部分っていうのは、うん、その
かつてあったような偏見はだいぶそがれてる、結果的に。結果的に。だからそれは国際展がいろんな交わったことによってってことか。実際触れたりすると別に普通の人だし。どういうことをやってるか理解も進んでいったりするし、だから何でもね、性格っていうかね、いい面と悪い面っていうのがあって、悪い面はもちろんこう言及した方がいいと思うんだけど、結果そこであの経験してさ、芸術に触れたりとかさ、だからあの越後妻有とかっても、その最後に行ったのちょっと前ですけど、そこの地元の子供たちと喋ったら、あのやっぱりすごく親しみを持ってるんだよね、芸術に対して。だからそう、こう棚にの上にあるものではなくなってる感じがあって、それはこうわざわざなんか見に行くっていうのとは違うスタンスが生まれてて、だから、その中から何か面白い考え方とかはきっと出てくるだろうなと思うので、全部が全部こう否定できないというか。竹下さんは、竹下さんってこの場所で何か実験してることってあったりするんですか？ああ、まあ、あの普通に実家に帰った時のアトリエみたいな感じ、でも何かちょっとメイクを濃くしていってみるとか、着てる服を変えるとか、何か分かんないけど、あ、でもまあかっこいい方がいいなと思ってます。あ、でもなんか私高校生に見えちゃう。なんか行く時に職員の人が利用者だって間違えること結構あって、でもまあちゃんとおしゃれじゃなくてちゃんと整った姿で行こうっていうのは思ってて、それがその施設に、HIV の啓発の団体の人とかも出入りしてて、でまあちゃんと、まあ、性教育というか、中高生が注意すべきこととかを、ゲームとかで教えに来てくれる人たちがいて、でやっぱりそういうこととかもかっこいい大人のことの方がみんな聞いてくれたりする、のでまあ普通に自分が自分でいいなって思った服装でいく。なんかさ、こうまずはさ、都市の中でさ、かつてあったコミュニティが崩壊してるっていうかね、自然に大人、いろんな世代の人と触れ合うみたいなさ、遊び合うとかさ、そういう環境が確かに一回なくなってて、で行政の中ではそういうことに多分危機感を持っていて、でもそう簡単にはコミュニティなんて作れないから、それに近いものを仮設するってことだと思うんですよね。でなんかさっき話聞いてたら、そのジャンプはその子供というか、ある年代、中高で、さっき言ったカフェ、その、まあまあもちろん、シニア世代のカフェ、ロックカフェだったり、あとブックカフェも別のとこにあったりとか、そこには同じように同じことをやりに行ったりとか、何か同じ考え方のもとでしに行ったりしない。まあ顔出すみたいな感じはあるけれど、まあ常設されてる感じがあるのは一番やっぱジャンプ長崎が、まあ居やすいし、物が置きやすいっていう感じで、まあ、私はもともと自分の作品を常設したいっていうことを強く思っていて、置きっぱにしてて、いつでもその。まあ、必要としてる人が、まあ、その私の作品の前に行きさえすれば、ちょっと同じ状態にこう立ち戻れるみたいに機能するような、ものの配置をしたいと思っていて、で、まあ、ゴロッと転がしてあるんですよ、床に彫刻が。でもお掃除の人とかがこう隅っこに寄せたり、なんか子供がちょっとなんか放り投げたりとかしてて、でそれで違う位置になったものを私が行った時に私がいいと思うようにこうまた置き直して帰るみたいなことをしてる。常設ができる場所って意外にないよね。それはすごく思います。興味の一つではある。
そうなんかガラス張りの空き店舗とかも欲しくて、なんかずっと置きっぱにできて人目に触れてるようなもの、うんうん、でだからそのずっとさらされてて置きっぱっていう状態はあの場所としては結構理想のとこ見つけてみたいな、うん、一つある。うーん、庭みたいな感じなのかな。昔の美術ってさ、あの常設じゃない、展覧会っていう概念もないから、うん、誰かが所有したり、うん、どっかに置いとく、うん、まあ、ふすまでもそうだし、うん、教会の絵とかでもそうだし、うん、生活に密着してたよね、建築と一体になってたらもそうだし、うん、まあ、庭って話もそうだし、だから一過性になったのはやっぱり非常に近代的な芸術的な経験、うん、まあ、映画とかも含めて一回で経験を終わらして、うん、まあ、帰らなきゃいけないみたいな、まあ、常設展とかっていうのもあるけど、うん、なんか今、うん、竹久さんが喋ってるのは竹久さんの、うん、アートに対する考え方でもあるんだよね、うんうん、というとその行政が求めてることっていうのとが、うん、こう行ったり来たりしながら多分話が進んでるんだと思うけど、なんかそのなんだろう、そこのジャンプっていうか都心マークなのか、うん、文化っていう言葉がさ、うん、やっぱり悩ましいというか、うん、さっきお風呂入るとか顔洗うとかっていうのを例に挙げてたけど、それもまさに文化でしょ、うん、風習文化、うん、だから顔を洗わない地域の人だって、うん、人だっているし、うん、そうですね、お風呂に毎日浸かるって結構日本独特の文化だし、でもそれは毎日当たり前のようにやってる地域っていうかね、なんか 文化って言ってくくっていくのか、そのもう一つアートっていう曖昧な概念で考えていくのかで、だいぶこう何か複雑さが増していくっていう感じは受けるんですけどね。あの今度の土曜日に、報告会というふうに言っていたけど、同時に何かアートワークとしてそのイベントを考えているところはある。この機会自体と、そうそう、イベント自体、あ、まあでも出会わせたい、この、まあ、ブランクラスでやるっていうのがすごく大きくて、まあ、私があの、まあ、あとをやる上ではブランクラスが、まあ、一番大切というか一番お世話になった場所で、そこで自分の一番大切な、まあ、私は事業だと思ってこのアートインジャンプをやっていて、でその話をブランクラスでこそしたいっていうのが、うん、強くあって、で、まあ、ずっとしたかったんですけど、やっぱりこのくらいしっかりフォーマットを持っていかないとなかなかみんなに伝わらなかったっていうのがあって、ちょっとバシッとやろうっていう感じです。でジャンプの職員の人たちも何人か来てくれるので、その彼らにとってもう、うん、まあ、ちゃんとその出会うべき人を出会わせるっていう感じもあります。なるほど、ね、そうするとちょっとこう自分のアートワークとは一回距離を置くところもあるの。うーん、あ、でも結構私は自分のそのアートワークなのか、まあ挨拶しに行くとかそういうこともこうまあそのただこうずっと飛んでる人とかボンと丸太のようなちょっと手を加えたその木材がゴロッと置いてあるとか、なんかその言葉を失わせるみたいなことを、まあ、アートワークとしてやっているけれど、なんかまあそれと同時にちゃんと挨拶をするみたいなことも、まあ、同時にやっているんですよね。で、まあ、どっちも大事なことで、まあ、多分そのちゃんと説明をするとか挨拶をするっていうことができるから、その言葉を失うっていうことが機能するかなとも思ってる。うん、そんなにアートワーク
アートワークそれ以外っていうことをあんまりこう分けたくないっていう感じ。そういうことでもない。今のお話だとそれなりに分けてて共存している感じだよね。まあ、優劣をつけたくないって感じ。どっちもある。優劣もないし。いや、なんでそんな質問したかっていうと、ブランクラスのイベントって結構こう一見作品じゃないものがパフォーマンスと歌われたりさ、いろんなこう作家によって、それをどう示すかっていうかさ、態度そのものがみんなずれているでしょう。だから報告会というパフォーマンスかもしれない。だからそれはどういう意識なのかなという質問なんですけど、そこはその報告会と聞いてそのまま鵜呑みにできないという確かにあのむさびで去年むさびの表現演習っていう授業に呼んでもらって、まあ、あの母校の、に、まあ、その先輩が何か話すみたいな授業として呼ばれた時には、あの最初に自分のなんかステートメントのポエムみたいなものを読むとこから始めたりして、なんかこの出会い自体がみたいな、あのプレゼンテーションした、あのこの今みんなといるっていうこの時間自体をちゃんとパッケージするみたいな意識で結構強くやってたんですけど、これはまあ そこまでは今は意図してないですね。何かだからその子どもたちの触れ合い方、それから自分の作品としての振る舞い方、示し方っていうの自体がなかなかこう曖昧な境界線の上で、ギリギリのところで成り立つっていうかさ、例えばなんか谷中の路地でね、おじいちゃんたちがベーゴマをやってるんだよね、こう自然に子どもたちが集まってきて、なんかちょっとした課外事業じゃないけど、でそのうちあの親子連れの親が買い物してる間預ける場所になってたりとかだからそれはアートではという意識は誰も持ってないけれども、まあ、極めて文化的だし、でだからその行政が考えている、まあ、取り戻したいコミュニティの在り方のような感じもあってさ、そういうのがまあ仕掛けられて立ち上がってるものもあれば、自発的に自然発生しているようなものもあれば、でそういうものにも話を聞いてるとすごく近い感じもするし、私の態度も確かに変わってる、あのジャンプの中にいる時もあのと溶けていってるみたいな感じはありますね。溶ける、あのやっぱり態度は溶けるってなかなか言わないほどけるっていうか、なんかまあ、関係の形が変わってくみたいなことを、ね、昔さだってさ、まあ、僕ここら辺は結構昔もっと下町っぽかったんで、町の中にまあこう奇てれつな大人というか不思議な発言をする人とか、まあいたんだよね、まあ、職人みたいな人が多かったけど、でそういう人たちとの触れ合いっていうのがさ、まあ、子供時代にもあって、それってこう最初は怖かったりするんだけど、だんだん馴染んでったりして、でそれが島自然にこう守り合ったりとか、外敵から ある地域を守ってたりする仕掛けになってたりとか、小学校の時公園でさ、コーチって呼んでるおじいさんがいてさ、少年野球するとさバッティングを教えてくるんだよ、でそのおじいちゃんたち近くの公園の売店の前で長ベンチでいつも将棋を指してる人たちで、外でこう少年野球が来るとコーチが出てきて、もっとこう球を掴むように打つんだみたいなことを言ったりするおじいさんとかもいたなと思って、その規定列な人というか、そうだから規定列さはまちまちだけどね、今ももっと規定列なんだけど、子供的には別に普通なんだけど、コーチは来るっていう感じだから、竹下さんのある種この木を掘ってる人がいると同じぐらいに、そこに行くとコーチが来るみたいな、そうだから実はさ、僕子供の頃からアーティストに触れてたので、それが
どっちかというととても自然な状態だったのね、そっちの方が。だから、はい、ここで育つってそうですよね、うん、そういう大人たちと、長く付き合った人たちもね、もう亡くなっちゃった人もいるけど、まあそれで言うと、まあ、さっきからちょっと気になったはいることだけど、まあ、ブランクラスで、報告会をやります。でそこに、ジャンプの人たちに来ていただきますってなった時に、まあそれで特殊な存在見られるのはむしろどちらかというと普段、まあ、こうやって場所に来られていないジャンプの方々になってくると同時に、まあ常設としてそのジャンプの方でやっているものをある種別の形でテンポラリーな場所に、ブランクラスでやるっていうふうなことが、まあ、一体どういうことになるか、ましては常設で常設を常設足り得るようにしていた、ジャンプの、まあ、方々っていうものを、そこからこちら側に連れてくるということは、ある種そのジャンプの場所は、常設というか、常設ができないような状況にもなり、もまあまあ、仮説になるっていうこと、要するに、もちろんずっとそこにあり続けるっていうことがある種の美徳にもなりつつも、それを今度移動させるっていう判断をしたときに、まあじゃあそこにはやっぱり大きな変化がその移動元にも起こらされるし、移動先にも起こされるっていうことが、だからこう迎える側もやっぱり緊張しますよね。まあ正直それはもちろんウェルカムなんですけど、あの緊張するのはする。近しいことをやってるからね、ブランクラス塩尻にもってことをしてるから、だからなんとなく気持ちは分かる。常設って部分だけにフォーカスを当てるのであれば、ブランクラスここでやらずにジャンプでやるっていう判断も僕はあり得るのかなっていうふうに今回は今話を聞いていて思った。でもお客さんごとそっちに行かないと成立しないから、っていうことももちろんあるから、ここでやるのは一つあるって気はしますけど、なんかまあいいの出会いっていうからにはやっぱりいい出会いにしたいよね。そこやっぱりこう今川島君が言っていたようなことって意外に重要で、もうちょっとのね立ち位置のズレとかさで見え方が変わるので、でもジャンプは本当に、まあ、揺れている場所で常にで、なのでまあ、私はまあ、外部の大人として捉えられていて、で私の他にも、まあ、プロのミュージシャンの人、弁護士の人、学習指導の人っていう、その外部の大人が外からある、まあ、批評をしていないと私たちは自分たちのしていることが掴むことができないっていうふうに職員の人が自覚していて、でなので言語化する作業を私や岸井さんは手伝ってるっていう形でして、なのでまあ、今回私の目線でそのスライドをまとめていくっていう作業自体が一つの、まあ、言語化で、まあ、ジャンプの人にプレゼントするものみたいにもなる、一つのパッケージに なっている。であとは、まあ、見方を増やしたいっていうのが、見方っていうのは見方それとも敵味方の見方、まあ、もともと近隣住民としては高校生 その居場所っていう名称で言われた時に、悪い子のたまり場っていうふうにこう発想があって、まあ、心配してたっていうのが経緯としてあったんですけど、それでも作るっていうふうに区の方でなって、でそれをまあ立ち上げるスタッフとして自分がやるって言った前所長がいて、でまあ、だからもともとは歓迎をされてなかった施設ではあったのが、今は町内会がバックについてくれてる、一緒にこう避難訓練と なんか見回りとかをして、町内会 まあ理解が得られて、近隣の人も結構見守ってくれるようなスタッフに進になってくれていて、で、まあ、その時にむしろその行政からあり方を逆にその
まあ、こうあるべきっていうことをかぶせられた時に、うん、その、まあ、現場のことがうまく伝わってないっていうことがあるので、うん、その時に町内会の人があの後押しをしてくれる、あの現場の後押しをしてくれるというので、うん、あの、まあ、外部の人の 理解をあの、まあ、どういう場所っていうのを知ってもらって、あのむしろ 味方を増やしたいっていうのは、まあ、あの前の所長の意思ではあったんですね、うん、でそれで私があのその見学者を招き入れるような、うん、あの機会があった時に、あの私が案内人で一人一人案内するみたいな、うん、館内を案内するみたいなことをしていて、うん、で、まあ、例えばそのブランクラスの人たちで向こうに行くってなった時に、うん、その時にはあの生のものは見られないんですよね、絶対、あの、うん、大人が一人増えるだけで今日大人多いなっていうふうに子どもたちは感じるっていうのがあるので、その外部の人でみんなでゾロっていくっていうことは不可能なんですね、うん、だからむしろこっちに持ってくるっていう方が現実的だなっていうのは、うんうん、なるほどね。実際にはその不良のたまり場になったの？なってな、あ、でもまああのバイクでブーってこう来てわーってする子とかはいるんですけど、うん、まあ、基本的にあのどんな子も受け入れるっていう風に考えてやっていて、まあ、でも、まあ、すごいこう、まあ、みんなの居場所を一人一人が守らないと自分の居場所自体なくなるよっていう、あのみんなで自分の居場所を作るっていう風に、うん、あのしようとしているのがあって、だから他の人のことを考えるっていうことは、うん、職員の人は、まあ、どういう風に伝えるかっていうことを考えながらやっている。小林さんはでもあれですよ、ちょっと話変わりますけど、不良っていう言葉を聞く目が輝きますよね。不良ってさ、あの幅がある言葉だよね。そうですね、うん、だってアーティストとかってやっぱ不良じゃない、うん、とか言っちゃったけど、おろずにそんなことお前よっていういや、やっぱりそうじゃない、不良サラリーマンなんだ、不良債権みたいな言い方しないでくれるか不良店長だ、ね、いやでもなんかすごい気になってた場所だったから、岸井さんからもそのジャンプの話は聞きしたことがあって、そう、なんか子どもの施設の中に入って何かしてるっていうふうに言っても、うん、まあ、そうそうそう、なんかこう何か教えてあげてるのかなとか、うん、そういう印象を持たれてるのが、うん、まあ、違うっていうのが、うん、まあ、伝えるのは結構難しかった、うん、その、まあ、ね、練馬の方でアーティストイン児童館とか、うん、まあ、似たようでいて全然違う試みがあったりとか、うん、ね、やっぱり、うん、うん、いや、なんか、いや自分自身の塩尻でのポジションとなんか、うん、共通する部分もあるなと思って、絶対なんか そういう人がブランクラスにいるはずだなっていうのも思っていて、うん、いや似てないところも多いけど近しい部分もあるなってなんか思ってたから。ここでは今回のイベントって告知したりしてるの？告知はしてる。じゃあ子供が来る可能性も？子供はでも時間的に来ないかなって、横浜っていうのでもやっぱりみんな高校生でもまだ横浜っていうと豊島区の子は遠いなって感じでいっちゃうので、いや大人でも遠いよ、遠いよ井戸ヶ谷豊島区から井戸ヶ谷って途方もない気持ちになるね多分見えてる豊島区行こうと思わないでしょ、まあ、そっか7時でも不良たちだけは来ると思うね。バイク池袋とかは昔、池袋からその先ですよね。ああそう。でも本当はまあ来てほしい子とか、まあ卒業生の子とかはもう大学生になってるし、来てくれたらいいなとも思いつつ、でもあの、まあ、子どもたち以上にやっぱり職員の人のなんかまあ美学みたいなものを後押ししたいっていうのがあるので、職員の人に届けたいな。いや、この前キャンプで子育てとし、うん、アーティストとしての子育てってイベントを見に行った時、ブランクラスで子供がはしゃぐはしゃぐね、すごいんだよ興奮しちゃって。あ、結構ね、子供うちに来ると興奮しちゃうんだよね、うん、なんでかわからないんだけど回ったりしたくなる、うん、暴れるんだよね。でその状況の中でそういう話をするのも結構楽しかったからね。なんか
まあ、まあまた初期のその幼少期とあの中高生っていうこととかもいろいろ区分して考えなきゃいけないことがあるんだろうなと。だって高校生って普通に働けるからね、うん、普通に対等に話せる人たち、ね、うんうん、これは結構その当日は7時半スタートである種プレゼンテーションが始まってって感じ、そのスタート時間にバッチリいた方が、それとも、まあ、流れでこう入り口から案内していくみたいな写真の並び方にはしているけど、まあ別に写真自体はいつでも見られるし、説明も私はいくらでもできるので、いや、なんかこのジャンプではある種いつ行っても同じ姿が見れる竹下さんっていうのがインストールされてるわけじゃない。だけど、まあ、報告会だからスタートがあって終わりがあるものなのか、それともある種展覧会に近いような形でいつ行ってもまあ見なんだろう、あ、まあ、これを流れがありますね。うん、じゃあ7時半に来た方がいいと。あ、それはもちろん。7時半、そうですね。6時半会場で。7時半、まああとは一人だったらまあ現場に来てもらってもいいですけどね、ジャンプに。ああ、ジャンプに、いや、ジャンプ行ってみたいなまあ実際に見てもらうのが一番わかるとは思います。竹久さんはさ、ジャンプするじゃん、はい、作品で。だからそれとすごい重なるんだよね、ネーミングがね。そう、なんかジャンプって言って、何のジャンプってステップがあってジャンプがあるね、ここがね。あ、そう、スキップか。スキップか。そう、まあスキップ、子供スキップっていうものが、まあ豊島区が児童館を、まあ、うん、なくしてスキップっていう施設に切り替えていて、うん、で、まあジャンプはそのもうちょっと上の年代のためっていう感じですね。うん、その経緯とかも知りたいけどね、その児童館っていうのをなくすことになった経緯と、うん、そこにスキップとか、まあそういう、なんでそれを児童館とわざ呼ばなくてスキップっていうものと呼んでやってるのかどうかとかっていうことの経緯も個人的には知りたい。うん、そう、まあ、まあ区の行政の問題なので私の口からあまり言えないんで、うん、ああ、うん、結局彼らも来ると多分行政のことは言いづらい部分があるっていう話も出てくるだろうから多分じゃあ僕今日放送室で来てるからこういうことは事前に分かるけど、多分分かんないに来てたら多分行政の方 がいや言いにくい話っていうのもしかすると普通に聞いちゃう。でそうすると彼は話さなきゃいけなくなっちゃうかもしれないっていう時に、まあでもオフレコードな場だったら話したりもするんじゃない。オンレコードじゃなかったっけ、ブランクラス。今ほらオンレコード、ブランクラスもオンレコード、オンレコードだけど、そうそう、うん、終わった後、うん、そういうふうに全体として捉えれば、うん、確かに、うん、その、まあ、言葉遣いとか選ばないと、でもその、行政の人も来るんでしょ、うん、それは教えてもらえる話なんじゃない、うん、まあ、ジャンプに関わっている人は、うん、まあ、話せると思うんですけど、うん、まあもし区のその管轄のそのちょっと上の人が来たりした時にちょっと言葉遣いが変わったりするかもしれないですね、うん、説明の仕方とかは。でも考え方の違いとしてどっちがいい悪いというのもね、単純に違いが、うん、違う選択をしたという事実はあるわけだから、うんうん、そことかは単純に、まあ、でも別に普通に聞いて答えられる人が仮にいたら、うん、答えるみたいな、きっと答えるんじゃない、そうですね、別に隠すような話じゃないと、うん、だってどっちかというとポジティブな話みたいな、ね、ポジティブがポジティブにした話かもしれないし、うん、なんかこの手の報告会で言うと多分その手の話を慣れてない人も結構いるから、うん、多分前提を聞きまくって何にも話が進まなくて終わるとかもあるから、うん、だから、うん、だからまあ質問のコーナーを設ければいいんだけど、うん、一番コアなところから始めちゃって全然いいの方がいいと思う、なるほど、そう、なんかあんまりこう丁寧にやらなく
丁寧というか、その初心者向け丁寧にやらなくてもいい気をするかなっていう。結構な長さになってるんじゃない。そうですね。あ、どっかで知らない。意外と盛り上がった。はい、じゃあそろそろ。はい。ありがとうございます。来週の土曜日12月5日、18時半会場で、スタートが19時半です。皆さん、ぜひ来てください。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。